だから疲れ。一緒に飲みに行くの初めてだね。どう？会社慣れた？うん、よかった。え？あ、ねえ、佐藤君は一応私の同期だから。おい、てめえ一回黙れ。どうしたじゃねえんだよ、どうしたじゃ。いいか、てめえ入社してどんだけなんだよ。佐藤は差し引き5名当だよ、このバケ。てめえなんで4年も長く働いてるやつのことをポンコツ扱いすんだ。言ってみろよ。人のせいにすんじゃねえよ。確かに佐藤はトロいしポンコツだし面白くもねえし同期で最下級選手だよ。けどな、てめえよりは経験豊富だろうが。うっせえよ。ここは日本なんだよ。嫌だったらモルスタでも GS でも勝手に行け。ゴールドマンサックスだよ。そんなことも知らねえで外資気取ってんじゃねえよ、このハゲタケ野郎。黙れ！てめえみてえにすぐ人の影響を受けて勘違いするやつが龍馬伝見て会社辞めんだよ。黙れつってんだろ！てめえまさか次は人斬りになりてえとか言うんじゃねえだろうな。おろうじゃねえよ、このエセ人斬り抜刀者。いいか、正直年功序列がいいかどうかなんてどうでもいいんだよ。てめえが上司に乗っかって先輩ディスってることでどんだけ自分が損してるかわかんねえバカだってとこが問題なんだよ。おめえ佐藤の彼女ブスっつったよな。つうかてめえ彼女は海外ではっつったけど留学経験はほぼチェリーの経歴詐称じゃねえか。なんでそんな無敵の立ち位置から先輩ディスってんだよ。日本の会社のしきたり気に入らないなら起業すんのも結構、外資に行くのも結構。けどな、てめえみてえに自分の行動が俯瞰で得か損かもわかんねえポンコツ無敵野郎がそれで成功するわけねえだろうが。サラリーマン金太郎読みすぎだろ。それ特命係長だろボケ。てめえチェリーだろ、ただの気取ってんじゃねえ。龍馬や抜刀斎気取って一生にいいとやってろ、このポンコツ。もうお前1年目のくせに何言ってんだよ。しょうがないな、これからは私がみっちりしごいてあげる。あと私元彼からはすでに脱藩してるから。あら、以上、立ち位置を勘違いして先輩をディスる男に怒る美女でした。そんな後輩くんは私が徹底的にお仕置きしちゃうぞ。目